表面がこんな感じになりましたら、これですよ、これ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 。はい、どうも、料理王子のアリエスです。今回はですね、コラボです。 JA 全農徳島さんとのコラボになります。ということは徳島尽くしです。今日は見てこのすだち、昨日ねこれでめちゃめちゃ飲んじゃったんですよ僕ね。今回は徳島さんのお野菜を使ったですね、レンコンのですねカルパッチョ。僕の料理の中では結構洒落た料理になるんですけども、こういう料理もできるんだと、そういうところをね、見ていただければなっていうふうに思います。じゃあやっていきましょう。リュウジのバズレシピ。はい、ではですね、材料紹介いきたいと思います。徳島さんのすだち、こんな感じになってます。すっごい香りが立ってるんですよ。美味しいすだち使っていきます。徳島さんの椎茸ですね、これを今回は使っていきます。この状態でレンコン見た人ってあんまりいない。僕もあんまり見たことないです。これすっごい新鮮な徳島さんのレンコン。このレンコンねめちゃめちゃうまかった。できればね、この徳島さんのレンコンすごく美味しいんで、これ、使ってください。歯応えがすごい最高なんですよ。これこの3つの素晴らしい食材を使って、今回もねお野菜でねめちゃめちゃ美味しいおつまみね、徳島県産の素材をフルに使った、レシピをやっていきたいと思います。はい、それではですねやっていきたいと思います。このすだちですね、香りも良くてレモンほど酸っぱくないっていう風に僕感じたんですよね。ちょうどいい酸味。すだちをね最大限に味わうために下ごしらえがありますんで、皆さんにお教えしたいと思います。焼酎を注いでいきます。癖のない焼酎がいいですよ、はい、炭酸を注いで半分に切って、こいつをね絞っていきます。はい、これでですね、これうまいの。昨日これ飲んじゃってすごかった。ポン酢も作ったんですけどね、これでポン酢作ると最高にうまいよ。概要欄に作り方のリンク貼っておきますので、これも試してみてください。ということで、すだち様完成しました。じゃあいただきたいと思います。これね、このね爽やかさがサワーに合うのよ。これ素材にすだちを選んでいただいてありがとうございます。本当に僕にぴったりの案件です。これすだちさん本当本当うまい。すだちを十分に楽しみながらすだちを調理していくと、よろしくお願いします。レンコンなんですけども大きいので1人前から2人前ぐらい、先端はね切り落としちゃいましょう。房に分けときましょうかね。こうやって皮は、まあ、全然食べれるんですけども、ちょっとね洗っておきましょう。はい、そしてですね、大体ね 120g 分ぐらい、この長さ半分ぐらいの量ですね。こんな感じでねスライスしていきます。今回ね、カルパッチョですのでね、5ミリぐらいの厚さに切っていただいた方がいいです。皮はね、つけたまんまで美味しいです。これね、焼いちゃうと皮の食感とか全然気にならなくなりますんで、今回のお料理に関してはですね、アク抜きいりません。アク抜かないでも全然美味しい。こんな感じですかね。徳島さんの椎茸、軸、石突き、そんなようなものを切っていきます。傘はそぎ切りにしていただく。難しければそのままストンストン切っていっていいんですけども、まあ、今回ちょっとカルパッチョ仕立てにしますんで、そぎ切りをして表面をちょっと広く持ちたいと思います。5mm とか 6mm とか、まあ、普通にストンって切っても全然平気です。疲れたらすだちサワーを飲んでいきます。こんな感じでね、軸使います。これはでもね本当にねこうやってスライスするだけでいいです。コリッとした食感がありますんで、スライスしていただいて身の方にね馴染みますんでね。椎茸とレンコンが切り終わりました。好きな方はね2個ぐらい使っちゃってもいいんですけども、まあ、今回ね1個をこう切ってで半分に切って、おいすだちサワー。すだちはねいくら入っててもうまい。料理に使うすだちを切るんでした。半分に切って、半分を後で絞るようにして、半分をソースに使う。やってまいりたいと思います。火にかけます。中火ぐらいかな。オリーブオイルを引きます。だって小さじ2ぐらいかな、まあ、全体にまぶさるような感じでレンコンを入れていきます。焼き目をつけたいので、できればねこんな感じでこう広げながら入れていってくださいね。これねちょっとね広めのフライパンの方がいいです。炒めるというか焼く感じですね。焦げ目が出るまで焼いていくのが非常に好ましいので、軽く全体に下味のお塩をつけていきます。あっ、きゅうまいですよ。レンコンはこれぐらいの焦げ目を全体につけていくんですね。周りの縁の焦げたのが美味しいんですよ。これ途中から中火ぐらいでいいですよね。であくまでこれはね香ばしさをつけたくて焼いてますんで、軽く焦がしたレンコンっていうのは非常に美味しいです。両面がこんな感じになりましたら、焦げる前に持っちゃってください。パリッとさせた方がレンコンは美味しい。
まあ、こんな感じですね。はい、フライパンもそのまま温まってるので、椎茸を入れて、オリーブオイルも若干少し、塩を少し振ると浸透圧で水分が出やすくなってですね、いい炒まり方になるので、きのこはね結構すぐ炒まるので、炒める時間はね、椎茸だとこれぐらい薄切りにしていると1分ぐらいでいいです。全体がちょっと水分が出てきたなっていうぐらい。椎茸ってうまいよね。僕昔嫌いだったのよ、椎茸。なんでこんなうまいものが嫌いだったのかなって思いましたね。椎茸、軽く洗っていただいたこのすだち、これをですね、こうやって皮をですね、すりおろして振りかけてるんですよ。これがね、すだちのね、正しい使い方で、皆さん柑橘系ってね、皮に一番香りがあるので、皮を振りかけてください。こんな感じでね、余すとこなくね、で全体に散らしてあげる。種が入んないようにしましょうか。こんな感じで全部絞っていきます。ここに、すだちの絞り汁が入りました。お醤油ですね。お醤油大さじ1杯。これオリーブオイルもエキストラバージンがいいです。小さじ2ですね。小さじ2。甘味調味料2振り、よーく混ぜてあげてください。すだちソースですね。これですよ、これすだちをこうちょっと添えて、焼きレンコンと椎茸のカルパッチョすだちソース添えでございます。それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。すだちはね、入れば入るほど美味しい。椎茸と一緒に召し上がってみてください。いただきます。食べたら多分びっくりすると思いますよ。めちゃめちゃうまいです。これは焼いたレンコンがまずうまい。椎茸、うまみが加わるんですね。うん、すだちの爽やかな酸味と香りね、生のすだちじゃないとできないよね、これね。贅沢ですよ、これは。おいすだちをするんですよ。皮をね、下に絞るといいですよ。うん、サクサクっとした香ばしいレンコンの上にコリッとした椎茸の食感が足されてですね、甘みの効いたねすだちがね、またもう全部ね巻き込んでくれて、これねまさにね味の泡を取る。焼きサラダとして食べていただいてもいいですし、お酒をたしなまれる方はすだちサワーとこのすだちソースのカルパッチョぜひ合わせてください。徳島ありがとうって思います。本当にぜひ作ってみてください。なんでこんなうまいものが嫌いだったのかなって思いましたね。大人になるってこういうことなのよ。はい、ということでね、まあこのチャンネル子供見てないと思うんですけど、